ちょっと今日どうしたんですかお二人何あ、なんかインパクト強すぎて今日今月初めてだもん、あれだからね、うん、今月、先週はあれだったから、今日今月があれだからね、うん、あ、そう、今月、何でしたっけ、え、今月一発目の放送なんで、経営できました、はい、あー、なるほど、はい、そう、髪型が、でも、服装もなんかちょっと、ヤクザ風のそう、ヤクザ今日のテーマはヤクザっす。いや、もう、入門しちゃったからちょっとだからです。でも、ネクタイはちょっとミッキーかわいい、ちょっとかわいいっていう。ネクタイはミッキーって言うて、あゆむさんも今日なんかちょっとヤクザっぽい。何今日お二人が、お二人ちょっとヤクザっぽい、ね、やからみたいなテーマヤクザじゃない、テーマヤクザでいきます。テーマヤクザじゃん、今日やからや、今日やからホスト。なんで、あゆむさんはなんで今日なんでメガネを、あ、今日ちょっと今週まで目が腫れちゃって腫れちゃったの。花粉症ってこの時期でした、時期あった、見たいです、腫れた目が見たいです。花粉症で目が腫れちゃって、はい、あ、隠そう、一生懸命隠そうと思って、このまずメガネをつけたんですよと、じゃあこの合うメガネに合う服は何だと。あー、なるほど、まあ、青い、なるほどね、ジーンズ、ジーンズ生地じゃないかなと。じゃあ、メガネから合わせたんだね。目見たいです、見せてくださいよ見せてくださいよ。目はちょっとお見せできますんで。さっき見たけど、そんな変わんなかったですよ。そう、ヒアロン酸注入みたいな。クマがもパンパンでも、え、クマがパンパン、パンパン、そうなんですね。血行不良みたいな感じになってますね。いや、もう俺もよ、ずっとどうしたんですか、永遠に、薄い、薄くて、もうめちゃくちゃ綺麗じゃないですか。何言ってんすか、いや、ほんとよ、ほんとよ。ゆうやさん、今日髪、今日はね、めっちゃ決まっとる、今日ゆうやさん今日はね、気合い入れちゃったの、ほんとに今日、バースデーイベントのポスター、うん、写真撮りがあって、ほうほうほう、なんかこうなっちゃったです。そっか、はい、今月ゆうやさんのバースデーイベントだね。イベントがそう25日にあるんで、うん、リアバにあるんでしたっけ。リアバは8月29日だったんだけど。あ、なるほど。そう、イベントが今月25日だから。ああ、27歳になりました。あ、なるほど、うん、若々しい、うん、ちょっと調子こいて、全然ポスターの写真撮りのポージングが全然わからない。ポスター作るポスター作るんだけど、2枚撮るんですけど、1枚はなんとなく自分の中であって、もう一枚のポーズがちょっとみんなどうやったらいいか分かんなくて、1枚は決まってる、どういう感じ。1枚は俺ポルノグラフィティが大好きだから、まあポルノグラフィティの PV、はい、PV で一人の夜って曲があるんだけど、一、はい、人の夜の出てくる PV の中で、はいはいはい、ちょっとかっこいい、ちょっと中二病感出てるところがあるから、それを抜粋、ね、そこを抜粋させてもらって、うん、させてもらったと、そこやろうと思って、その1枚決まって、もう1枚はちょっとどういう風に撮るかな、はい、もう1枚はやっぱり自分らしさで、そう、生誕祭ポスターみたいなを検索したんですよ。あ、よいしょ、来ました。あ、ちょっとこっち、すいません、遅刻してました。いや、もうスーパー、なんだっけ、スーパーダッシュ、素晴らしい。ビルの場所が分からなくなって、なるほど、ビール飲んで、ビール飲んでないですけど、ビールの場所、入り口が、ビールの場所って、すいません、はじめまして、はじめまして、よし、超絶イケメン。じゃあ、ちょっと自己紹介してもらえますか。はい、クラブレジェンドのカズマって言います。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。あれ、自己紹介、はい、1分スピーチじゃない、1分スピーチ、もう3分もらってですよ。3分スピーチ。じゃあ、まあ、なんかお題、なんか質問とかくれれば。あ、そうですね、そうですね。入ってどのくらいなんですか。はい、で、僕、今新店でやってるんですけど、はい、KG の、はい、あ、なるほど。今オープニングメンバーなんで5か月目ぐらいですかね。いや、もうでもレジェンドになってるじゃないですか。まだ早い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 。そして伝説、ちょっと早い。まだ5ヶ月経ったらもうレジェンドで、大体。そして伝説へって大体もうなってると思う。あ、そうなんですね。そうなんですよ。へぇ、で、ホスト自体がもう全くの未経験から。ああ、なるほど。はい、新店で未経験から。そうですね。おー、すごい。大丈夫なんですか、給料体制とか。大丈夫なんですか。普段はしっかりしてるね。新店とか、ネジで新店とか大丈夫なんですか。めっちゃそこ調べて、調べて、そうですよね。めちゃめちゃ大丈夫ですよね。まあ、大丈夫なんですね、結構そういうの。結構そこら辺は大丈夫ですね。はい。なんかあるんですか、給料体制悪いみたいな。わかんないですよ。いやいや、言っといて、それはね。まるでなんか、うちの店は悪いみたいな。何人くらいですか、お店自体は。お店自体が今、大体20人くらいですか。多い。多い。多い。ああ、います。そうですね、
芸人の方、芸人の方、いろいろ見ますね。じゃあ、まあ、なんで、はい、まあ、そう、ホストしようと思ったんですね、やっぱり。そうだね、そこ聞きたい。でも、もう顔がもうホストだ。きっかけとか。きっかけ、はい、きっかけは、まあ、僕もともと田舎の方に、クソと田舎なんですけど。なるほど。まあ、四国、高知県、わかります？わかりますよ。はい、はい。四国の高知県は、わかんないですけど。ですよね。大体そう言われるんですよ。まあ、場所は大体わかります。わかりますけどね。まあ、そこで、ずっと昼食で働いてて。はい、なるほど。契約社員だったんですけど、それがまあ3月に終わり、そこからまあ東京に、え、区役所ですか？いや、山田電機。山田電機。山田電機。そうですね。ラビのやつ。そうですね。働いてて、契約切れて、で、まあ東京行こうかなと思って、何も、本当にもうトランクケース1個で、何も持たずに。今寮だよ。今寮ですね。そうですね。そうなんです。いや、そうっすよね。俺も田舎から出身、田舎出身で、やっぱ東京来たいっていう願望が強すぎて、俺もぶっちゃけその何も持たずにホストになろうと思わずに東京来て、そうなの。そのままなんか流れで。そう、なんか職業どうしようと思って、なんか働こうかなと思って、でネットでなんかとりあえずなんかホストって調べて、でそれでなんか出てきて、で紹介してされて行って、その日にも。入ってみたいな、もう流れですよね、もうだから流れたね、流れた流れた、一回調べたら終わりです、終わり終わり、調べたら最後、流れるね、調べたら最後、調べないように皆さん、調べないように、絶対に甘い話題ね。そっか、未経験なんですね、5ヶ月、5ヶ月一緒だ、一緒なんですか。じゃあ、あ、ね、もうそろそろ卒業しよう、もうレジェンド、レジェンド、5ヶ月でレジェンドなんです。ラインが、そのラインの基準がよくわかんないです。まだ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 よ、本当に足りない。5ヶ月目今の5ヶ月ですね。次6ヶ月目。そうですね。あ、じゃあ一緒ですね。一緒だ、一緒。同期、同期。そう、しかも未経験だから。あ、そうなんですか。じゃあ本当に一緒だ。超一緒っす。ライバル嬉しいですね。ライバル現れる。ライバルってそういう方ね。どうしたんです。いいでしょ。それはやるじゃないですか。はい。いやー、頑張りましょう。頑張りましょう。頑張りましょう。何ピリピリしてるんですか。初対面でこんな早々ピリピリしてる。全然しないですけど、空気は。そうなんですね。すごいですよ、それは。山田電機からホストになるってすごいです。すごい。じゃあ、家電の話すごい。家電。詳しい。詳しいでしょ。いや、でも、すごい入れ替え激しいんですよ。なるほど。まあ確かに。担当のとこだけならまあちょっとだけ。ちなみに何担当だったか。パソコンと電子画面とプリンターやってました。すごい。はい。結構ガッツリじゃないですか。使い方も全部わかりますよ。大体は。おい。やわらかい。今 iPod iPod 普通に繋がんなくて普通に困ってる。iPod。ガチの相談。やめてください。そこで。iPod 持ってないですか。終わってからです。そもそも。終わってからです。ここでリアルガチです。本当に今困ってる。僕らも困ってますね。そうなんだ。そうなんですね。めっちゃいいですね。え、どうすか、どんな感じっす今ですか。ちなみにホストやってみて、先月ナンバーいくつしたの。ナンバー、先月ナンバー入ってるんです。でも20人の中の20人。いや、でも下から数えた方が早いですね。最初の頃は良かったんですけど。逆にっす。逆に最初の頃でも名札も取れてとか。あったんですけど、すっごいガクッと落ちちゃって。ああ、そっかそっか。そうなんだ。まあ誰もが一度経験するっていう。そうですね。確かこの企画はナンバー5入ればあるでしょ。ああ、そうみたいです。ナンバー5入れば。今4ヶ月連続ナンバー6なんで。あえて、あえての、あえて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 、ここに残りたいやつ。そうそう、残りたいやつ。あえて、あえて、あえてるんですよ。出なかった。ニコ生好きすぎる。出なかった。毎週の楽しみですもんね。毎週楽しみ。ニコ生が。先週なんで放送ないんだろう。寂しかった。そう、先週なかったから。なかった、なかった。マジかと思って。本当は先週鍋やる予定だったからね。そうそうそう。ね、今日。買ってたんですけど、あれ。買ってたんですけど。あ、買ってたんだ。そう、だから今日鍋に、今日なったのかなと。そう、でもコンロが用意してなくて、借りようと思ったんですけど。ガチじゃない、そこまで。料理をするんですか。この企画で鍋をするんですか。そうなんですか。先週、の土曜日の時に、告知で、来週鍋します。で、来週、その先週が、
結局、メンテナンスになっちゃったから。めっちゃ用意してますけど。がっつりやないですよ。やる気満々だったんですけど、ね。鍋パーしようと思って。いいですね。はい。カズマくんも来るし、みたいな。鍋パーしようみたいな。おー、いいですね。鍋好きなんで。お茶になっちゃったんで。お茶になっちゃった。お茶でね。次、お菓子パーティーとか。お菓子パーティー。お菓子パーティーってどういうことっすよ。パーティーやってるんすか。お菓子はここで食べるだけ。食べるだけ。仕事しろやって。食べて喋るだけ。楽しいです。おでんもいいですね、確かに。おー。楽しそう。この時期はね。いいですね。寒くなってきたんで。そうよ。ただ本当この、ゆうやさんとあやむさんが本当に料理がうまくて。あ、そうなんですか。僕まだでも披露しただけないですけど。え、僕まだ披露、実際に披露。そう、だから俺の中でぶっちゃけまだもしかしたらもうこれだけで、これなんじゃないかな。あー、はいはいはい、どうせこれなんじゃないかな。言わないですよ、言わないですよ、言わないですよ。どうせね。あ、そういうことですね。口ではいくらでも言えるよと。おー、めちゃめちゃ煽られてる。あははは、言ってこいよみたいな。もチャームシ見せたから、みんなに見せた。ゆうやさんに見せたし、もうその前にもカツラ向きとかしてちゃんと見せてるから。そう、一応見てるんですよ。だから、あ、本当にできるんだな、これじゃないんだな、これじゃない。ああ、なるほど。まあ、そろそろちょっと、そろそろね、そろそろ見せてほしいなっていうのはやっぱありますよね。はい、そろそろ。はい、見せてもらう。本領発揮しないと。来週鍋でいいんじゃないっす。俺は別に、俺は食べるだけですけど。鍋食べる。食べる。うまいなって。そうなんですよね。出費足りんな。偉そうに。いや、そう。ちゃんこ鍋。ありなんでもない。何鍋があるんですかね。ちゃんこ、キムチ、キムチ、あとはもつ、もつ鍋、あとどて鍋、何でもありますよ。何鍋できます。来週はカニ鍋はちょっとね、さすがにちょっとレベル高いな。さすがにみんなの、みんなから撤収するお金。ちょっとごめん、今ちょっと厳しい。シャキシャキシャキ。カキいいね。一人500円を目安に。500円、500円してる。そう、てっちりで、そしたら2000円ぐらいで、まあ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 食べる。え、もうそう、問題は食材じゃないから。もうね、大丈夫なのね、味付けだからね。間違いないですね。いやミルフィーユ鍋、カレー鍋いいですね。わかんない、カレー鍋って。チーズのせて。あー、そんな食べ方もあるんだ。トマトもヘルシーだね。最近太ってきたからやばいけど。僕もちょっと太ってきた。俺も太った、でも太りましたよ最近。やばくないっす、なんか太った。この仕事してたらやっぱ太ります。太りますよ。太りますよね。落ち込む。決してなんかご飯の量増えたわけじゃなくて、ただただ運動せずにお酒ばっか飲んでるから。ご飯食ってみたいな。そうそうそう。最近危機感を覚えてきたっていう。危機感ね。そう。だからヘルシーがいいな。チーズはちょっと。優しいのがいいですね。チーズちょっと高カロリーになっちゃいますね。スキア行ったら大体僕チーズギーの。俺も。安定でしょ、あれは。そうですね。絶対。そうですね。みぞれ。みぞれ。大根おろしね。え、で鍋でいいんですか、まず。まず何なんでもいいよ。闇鍋。闇鍋怖すぎる。なんすかそれ。何すかブラックの鍋なんすか。逆にもいろんなもの入れてみるか。すき焼きでもいいですけど、別に。太る太る太る。何昆布みたいな髪。バカじゃない。でも昆布だし、しますね。俺、こうやってつけんの。バカでしょ。また部屋も行かなきゃ。誰の靴下入れるんすか、本当に。食材送ろうか。送って。もうちょっと許可出てる、出てるから。ちゃんと許可出てるから、許可出てるから、ちゃんと聞いてるから。やっていいですかみたいな。そうよ。刺身でもいいな。え、刺身は違うから。刺身違う。何からの刺身は違う用語。違う違う違う。刺身違うか。刺身違う。違うね。ちょっと違うっすね。全然やるけどね。刺身目の前でね、ちゃんと決めましょう、そのあれを。あー、決めますか。何鍋するかで決まって、食レポもして、確実に次の週に持ってこれるように。そうですね、もう来週決定で確実に持ってこれるように。前はちょっともそっと喋っただけなんで。勝手になんか言ってただけなんで。よし、じゃあ来週で。じゃあ、とりあえず一旦、じゃあそろそろタイム、そろそろね、CM。はい、行きましょう。はい、よいしょ。どうぞ。よいしょ。Thank you.
ゃ iPod 聞いちゃった今聞かれた その短いタイミングで好きだなiPod ネタ好きっすね。ちょっとね、ゆうやくん、ね、先週、先々週ですか、先々週があのコンタクトがなんとかってそうカラコン入れたくて、今日、はい、ポスターだからどうしても盛りたい。そうですね、何が何でも盛りたい。もう結構いけてるんですけどね。めっちゃということで、ということでカラコン買ってきました。今回は箱で買ってきた。ガッツリカラコン入れてみましょう。みんなの力を借りて。あれは最初はやっぱワンデーだから。こうなってんだね。これ。仕組みかかってる。キモイ。おたまじゃくしみたいな。とりあえずそうですね。個数分取りましょうか。あと2個。はい、逆です。あ、3つぐらい入れますか片目3つ入れるだけ入れてる。でも練習より多分1個絶対2個ぐらい多分無駄遣いするから。いや、つけてほしい。4つぐらい多分リュウジ君につけてほしい。つけてもいいっすよ、全然怖がらないから。手綺麗人につけてもらって困んないっすか。ちょっと手洗ってきて、手洗ってきた方がいいっすよ。はい、1回手洗ってきて。大丈夫だよ、多分。そっか、別に俺自分の目に入れるわけじゃないし。そうっすね。適当すぎる。駅で1回流せばいいです。あ、そう、指探して。これも買ってくるよ。そう、ゆうやさんが自分で入れれないって言うからね、入れてあげようっつって。優しい。これどうやってんの。もう洗ってきたから、まあ、いいや。よしよしよしで、マジっすポスター盛りたい。え、全然入れてもいいですけど怖がらない。結構リアルで初めてのカラコンです。やばい。ほんとどこやか。顔押さえましょうか。押さえましょう。動かないように動かないように1分ぐらいまばたきしちゃいけない。めっちゃピクピクしてる。うわちょっと怖い。入れて濡らして力濡らして入れて。早く。いや、ほんとにちょっとあれほんとにあ、これもうほんとに初めてのようですね、これね。ほんと力抜けなさい。絶対痛くないんで。大丈夫です、絶対大丈夫です。あ、全然それ大丈夫です。そのまま目つぶらないで絶対に。目つぶっちゃいけない。目つぶっちゃいけない。なんでここで目つぶる。目つぶってない。全然つぶってない。本当にパチパチパチって。嘘でしょ。つぶってない。ちょっとちょっとあの目が痙攣してる。ガッツじゃん。もう手つもうガッツ。ちゃんと見やすいね。ちゃんとみんなに見えるやつ。うわっ、もう入ってない。惜しい惜しい。一瞬入ったっすよ。惜しい。そこで我慢すればタバス。なんかやばい。なんか新しい扉開いちゃいそう俺。なんかいや、本当に今の感じで開けて痛い。マジ痛くないんで。眼球が新しい。痛くないんで本当に。普通にリラックスしてください。行きますよ。怖いな。怖いな、なんか怖くなってきた。人目に入れるの、はい、涙目じゃない。はい、いいよ。思いっきり目開けるだけです。目つぶっちゃいけない。待って、ちょ、怖くなってきた。めっちゃ怖い。開けるたび多分力入ってますね。もうほんと力抜いて感じられる。汗がやばい。汗下引っ張った方がやりやすい。下を向けて引っ張ってます。目つぶる必要ないです。あー、なるほどね。ちょっと、最初お願いしますよ。ちょっと、これめっちゃ怖い。ちょっと、こっち側入れていいですか。え、右やります右タイプ。やばいよ、今、左慣れてきた。さあ行きます。やばい、回されてるよ。行きます。回されてる、俺。こっちの穴に入れるの。穴じゃないけど、思いっきり開けてください。思いっきり開けてください。怖い。目つぶっちゃいました。なんか泣いとる。目つぶらないでください。じゃあ上がったから2人か。俺
連携で、連携で。ここだけるんで。連携プレイ。複数複数プレイヤー。複数じゃない、ちょっと連携で。複数じゃないっす。複数じゃない。いけ、目つぶってください。当たったらもう終わりますからね、これ。コンタクトに、目が。真っ白、真っ白、真っ白、真っ白。あー、惜しい惜しいファインプレイ。こぼれました。じゃあ、あの、真っ白に見てください。真っ白面。真っ白カズマ君見てください。じゃあ僕を見てください、ここ。こういう集中。枠大丈夫ですか、プレイ、集中プレイ。枠内に収まりますか、これ。動かなければつきます。動かなければつく。あ、惜しい。惜しい。惜しい。ちょっと待って、惜しい。あとちょっとのとこで。あとちょっとのとこで。ほんまに。何のプレイですか、これ。もう、でも行きますよ、これ多分。ちょっと慣れてきましたね。慣れてきた？ちょっとでも目が慣れてきて。なんかその目つぶし、つぶってないから全然つぶってないから周り出しすぎ吹いた今どうするんだろうな多分でも、うん、目開けるだけいや多分目閉じちゃうんだよねやっぱり人にやられたら怖そうな明日の下に取りすぎめっちゃもろいやん。くっつけば勝手にくっつくんですよ。え？取ってれば勝手にくっつくんですよ。本当に？タイムくん入れてる？入れてますよ。これ、選手交代いいですか？回された？また回された？回されてるよ。初対面で。初対面でいいですか？いきなりあいつのことで。回されてるよ。大丈夫なのいいのこんな速尺で。まだ出会って15分くらいなんですよ。やばいよ、扉開けてもうみたいな感じだ。あーもう。え、俺、ちょっと、いい？正面を向いていただければ。思っきり、目はもう力なくて、当たっちゃうんですよね、だから目、そうなんですね、パチパチしちゃうんで。そう、まつげが多分邪魔すんだよね。まつげ長いですけど、切ります？まつげ、切るな。ポスター漏れなくなっちゃう。カラコンつける以前の問題じゃないです。人につけるの難しすぎるんですよ。これで入んなかったら俺がもう無理やり入れる。あそしたらもう無理やり入れる。あちょっとこの手じゃあちょっとこれこれでこのまま切るんですよ。これ見ながら自分の目ちゃんと見ててください。ああなるほど。自分の目見ててください。どうなってるか。それで入れてもらってください。いきますよ。はい。自分の目ちゃんとカラコンの大きさと自分の目の大きさ。下が当たる見えねえ目大きいで全然入りやすいと思うんですよパチパチになっちゃうんで多分出ないよ下が当たっちゃうんですよ下が当たっちゃう下が当たっちゃう下が当たっちゃうんですよこのはいないですねはいないですねはいないですね鼻ちっちゃいね鼻ちっちゃいですねすいません自分でいけない感じなんですか緊張しちゃダメですよ緊張しちゃ無理やり入れようかな無理やり入れんのそれはやだよ強引にそれはやだよ無理やりもう散々恥ずかしめられてるよ回されてあと4分なんでねあと4分あと4分そう本気出してもらえそろそろやばいよこの枠では終わりきらないポスターのポージングまだ決まってないのにちょっとガチ入れようハハいきますよはいお願いします優しく緊張したら終わりっすおっあ惜しいめっちゃ惜しいやべえ今惜しいっすねマジでこれがピタッていけばリュウジ君の手がなんかいいね手がいい頭掴まれてる感じがいいねいいねちょっとめっちゃ泣いてるめっちゃ涙出てるいきますよはいお痛くても目をまばたきしないでください、はい、
この手にくっついちゃうんですよね、逆に。あ、そうなんですね。ちょっと当たると、ちょんとちょっと当たるだけで痛くないですよね。結構、はい。いや、これ慣れなの、本当に。あの、真っ白の色が真っ白の、はい、コンタクト見える感じで。入りそうなんですか、入らないですか。入んねー。なんでやろ。手にくっついちゃうじゃないですか。そう、そのくっ、あの目に入る前に、やばいよ、1分前あと1分に入れてください。何の放送後半からこの時間が10分取ってますからね、これ。次回もえ、どっちがいいっすね。とりあえずこっちがいいの。キムチ入れますよ、目に。次左？次そう。回さないで。あと24分。やっと右が自慢になった。時間が。右がすよ。右がいい感じ。ラストできた。ラストチャンス。あと10秒。あと10秒。15秒、15秒です。はい。19。お疲れ様でーす。どんな終わり方？いやでも。黙り込んだことにされ何回目の錯覚だ。笑っていたろう先まで伝い込んだ仮面をやめ。腹くたに紛れ込み死んでしまった純情。ましてや無情なこの溺れているんだよ。息もせずに壊れてゆくこの街で僕らは無力だ。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。君がいる世界を